1日遅れになっちまったが、久しぶりだな2人とも。昨日は助かったにしても、こっちはあの後手厳しく問い詰められて大変だったぜ。いつの間にかとんずらしてたお前らは知らないだろうがな。逃げ足とサボりには自信があります。威張るところじゃないから、うん、まあいい。知っての通り、ここが俺の事務所だ。で、こいつが。アニエス・クローデルです。今は2週間に1回くらいしか顔を出せていませんが、アークライド解決事務所の一員としてバンさんの助手をしています。ほほう、昨日のアラミスの制服もあれはあれでクーだったけど、今日の私服はまた一段とキュートですな。目立ちすぎず、それなりに動きやすく、それでいて個性も感じさせる格好、解決事務所の助手にふさわしいかもな。ありがとうございます。ちなみにバンさんはどう思われますか？そうだな、前の服装よりもより 4SPG 向きっつうか、あー、何にせよ似合ってるじゃねえか。ありがとうございます。たまにはコーヒーもいいものですな。それはいいが、少しミルクを入れすぎじゃないか。バンさんも角砂糖4個は入れすぎのような。ま、細かいことは気にすんな。とりあえず改めて助手相手に自己紹介してもらうとすっかね。俺はスウィン・アーベルだ。ナーディア・レインだよ。以後よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いします。
あら、お取り込み中だったかしら。こんにちは、アークライド解決事務所の皆さん。そちらはもっと賑やかだと思っていたけれど、二人だけかしら。それでもお客さんくらいいてもおかしくはないかと思ってね。まあいいわ。そんなあなたたちに 4SPG があってね、今はそれどころじゃないのも重々承知だけど、話だけでも聞いてもらえないかしら。今回は少々特別でね、うちとマルドゥック社の合同依頼になるわ。本来は MK 側の問題なんだけど、こちらとしても無視できない状況になってね。まあ私はあくまで顔つなぎのようなものよ。詳細は向こうのスタッフに聞いてちょうだい。では、悪いけどお願いするわ。久しぶりやな、裏解決屋の兄さん。リゼットやのうてがっかりしたか？というか、うちのこと覚えとるか？へえ、兄さんが噂の裏解決屋さんか。あいにくリゼットは不在でな、3週間うちが世話させてもらうで。カシム主任のしごきはえげつないやろうけど、骨は拾ってるさかい、暗示を決まりや。皆まで言わんでええで。初対面の子もおるみたいやし、改めて自己紹介させてもらうわ。リゼットの同僚のマルドゥック社サービスコンシェルジュ、ミラベル・アールトンや。よろしゅうな。まあまあ、そう警戒せんと。むしろこれはザイファの民生化とともに一般市民にまで客層を広げた事業でな。その名もメルヘンガルテン。まあそりゃそうやろ。何せザイファと動力ネットを利用した世界初の仮想空間サービスやさかいな。確か我が社の仮想戦闘シミュレーターはテスト済みやったな。ああ、その再現度の高さは兄さんたちも体験した通りや。で、メルヘンガルテンはそれをさらにアップデートさせたもんになる。動力ネットからデータを読み込むことで、より大規模な領域が生成できるようになった上、遠く離れたユーザー同士でも同じ仮想空間に接続できるようになったことがもう一つの利点やな。つまりいつでもどこでも誰とでも行ける。それがメルヘンガルテンの世界っちゅうわけや。
況なのに忙しいったりありゃしない。あの赤黒い風が一体何に関わってるって？ま、裏から断片的にだけどね。ふーん、これがメルヒエンガルテってやつね。確かに普通じゃない気配がするわ。やれやれ、勘違いされても困るから改めてちゃんと言っておくけど、私は由緒正しきなのよ。気安く頼っていい存在じゃないんだから。まあ確かに私はそんちょそこらのフォローとは違うけど、Thank you.
お任せください。俺が行く。本物みたいだな。はい。さすがは MK 社というか、それだけに気をつけた方が良さそうです。痛みにもリミッターがかけられているはずだが、何せ正常じゃないらしい。あれはゲートでしょうか。これがナーちゃんの実力なのだ。ああ、思っていたより広いらしい。ノリノリだな。お前らの手を借りて正解だったかもな。えへん、それを見越していたナーちゃんたちでした。完全にただの成り行きだが、まあ最後まで付き合わせてくれ。悪くない宝箱だな。敵の群れだ、気をつけろ。やったか。
別にいいよ、あーちゃんが言ったことは大体当たってるし。その理由は簡単だ。なぜなら俺たちの戦闘スキルは見せびらかすためのものでも屈服させるためのものでもない。相手を殺すための技術だからな。殺すための技術？ああ、俺たちはもともとガーデンに所属する殺し屋だ。それってあーちゃんにも何人か心当たりあると思うけど、スーちゃんとなーちゃんはそんな自分たちのことが嫌になって数年前に組織から抜け出したんだよね。前に国防外でジンさんがおっしゃっていた庭園の脱走者、もしかしてそれがスウィン君とナーディアちゃんたちのこと。でもいいんですか、ほとんど初対面の私にこんなことを話して。いいんだよ、もともとそのつもりだったし。ナーディアちゃん、ガーデン、正式名称はフォーガーデン。ソード、ソーン、アウルム、ラストという4つの円から構成された暗殺組織だ。そして円にはそれぞれを統括する管理人が存在する。ソードのエンペラー、ソーンのメルキオル、アウルムのオランピア、そしてラストのアリオッチ、この4人がガーデンの管理人だね。エンペラーは昔ナーちゃんたちがやっつけたけど、残りの3人はアークライド解決事務所が決着をつけてくれたんだよね。ああ、最悪としか言い表せない連中。本当なら元メンバーである俺たちが決着をつけるべきだったかもしれない。だからその一つ礼を言いたかったんだ。ありがとうバン、アニエス。お前らこの場にいない人にも伝えてくれると嬉しいかな。スウィン君、ナーディアちゃん。はい、必ず伝えます。ともあれ、これで庭園は4人の管理人を全て失ったってことになる。もう何かしでかすこともねえだろ。ああ、庭園という組織は実質崩壊したと言ってもいいだろう。これで俺たちの心残りも一つ消えたな。ゴロゴロのんびりライフに一歩近づいたね。あとは探し物の方だが、とりあえずはこの仮想空間を。ナディア、捕捉したよ。と言っても隠れるつもりはないみたいだけど。そう警戒しなくてもいいだろう。一応昨日の借りもある。この声は。ルーネかよ、相変わらず性格の悪い登場の仕方だな。だから名前で呼ぶなと何度。それはともかく、昨日のことについて礼を言いたかったのは本当だ。ついでにいろいろと聞かせてもらいたいというのも本音だがな。残念ながら CID の分析官殿に話せるようなことはないけどな。絶対腹黒いことをいっぱい考えてそうだよね、そのメガネが証拠。それはさすがに偏見なのでは。あながち間違ってなさそうだがな。バンさんまで。別に難しい質問をするつもりはない。そうだな、例えば君たちは本当に二人なのかとかね。ああ、今は本当に二人だ。これで満足か。元仮面さんが今どこにいるかはなあちゃんたちも知らないからね。いくら探っても無駄だよ。それは残念だ。元仮面さんって一体。キンケイドさんというより CID がかなり警戒している人物みたいですけど。で、そんなことを聞くためにわざわざこんな仮想空間まで来たのか。あくまでことのついでだ。忘れたのかバン、これは CID からの依頼でもある。見分を兼ねて一応手も貸す。つまりはそういうことだ。そいつは頼もしい子って。
そういえばここって動力ネットを介して接続した空間だったよね。メガネさんはどこから来たんだろう。少なくともあの事務所からってことはなさそうだな。ああ、実際に今私がいるのはイック・バンタユ地区だ。たとえイーディスの外からでも同じことだろうかな。便利なもんだぜ。無駄話はほどほどにして先に進むぞ。時間は無限じゃない。それはそうですけど、二人は大丈夫なんでしょうか。人員が一人増えたことだし、テキパキ片付けるか。なんならなあちゃんが応援係をやろう。いや、それサボりたいだけだろ。キンケイドさんが同行することを完全に割り切っているみたいですね。さて、訳ありの二人も含めたっぷり働いてもらおうか。このメガネさん、やっぱり腹黒だ。せめて報酬くらい欲しいもんだ。賑やかになりましたね。敵の集団、厄介ですね。敵の群れだ、気をつけろ。悪くない手応えだ。本当に綺麗ですね。なあちゃんもどうか。デートスポットにぴったりかな。女性陣の受けはいいらしいな。リリースしたら人気も出んじゃねえか。魔獣さえいなければだろうけどな。まあ、まだわからないことも多い。最後まで気を抜くなよ。頼んだよ、ボンちゃん。ブーストゲージ、リリース。
捕らえた。負けません。よろしく。星の力を貫いて。ナディアちゃん。続け、ナディア。ほらほらほら。このメアコーって呼び方、私は許してないんだからね。あのピンクの子、なんか怖いことを言ってるんだけど。それなんだけど、ちょっと見過ごせないことがあってね。実はこの仮想空間が乗っ取られて改造された時に、動力ネット上から膨大な量の情報を取り込んだみたいなのよね。で、あんたたちが第一階層を攻略したことで、その中の一部が取り出し可能になったのよ。もちろん、ほとんどはゴミ情報だけど、普段はネットの真相に隠された情報や暗号化された情報も紛れているみたい。というわけで、念のためあんたの端末に転送しておいてあげたわ。ま、今回に限って特別よ。それに私は有能なフォローだから、このくらいは大したことないわ。とにかく力を貸せるのはここまでよ。あとは自分たちで何とかなさい。
アルマータの遺産か。アルマータ、もうこの名前を聞くことはないと思っていましたが。ああ、俺たちにしても二度と聞きたくなかった名前だな。うん、もしかしてお二人も庭園絡みで奴らと因縁でもあったか。いや、俺たちはアルマータと直接の関係はない。あるとしたらクレイユ村の方だ。もう2年前か。いろんなことを片付けた後にふらりと立ち寄って、骨休みがてらみんなでのんびりして、ガレットなんかもお腹いっぱい食べて、なあちゃんの人生史上でも最高にまったりできたんじゃないかな。ああ、それで気づいたら一月も滞在してしまっていたな。そうだったんですか。そういえばあの時村で聞いたような。なんか光ってる。ゲネシスが反応を。去年と同じパターンだな。こいつが光ったってことは確実に何かがあるってことだ。バンさん、でしたら私も。気持ちはわかるが、お前は学校だろうが、しかも学芸祭の準備が忙しい時期だしな。ですが。心配しなくても、他の女子たちにも声をかける。人手不足なんてことにはなんねえから、ここは俺に任せておけ。そうですね。この時期にあまり欠席していたらアラミス星の本分も果たせませんし。さて、そうなると割と長めの出張になりそうだ。事務所の方はしばらく留守になるが。そういえばスイン、ナリア、お前らの予定は。どういう風にやるかはまだ決まってないけど、首都で探し物の情報を集めてみようと思うの。そういうわけで当分はこっちに滞在するつもりだ。だったらちょうどいい。本当はあの室長の連絡が来る前から言おうと思ってたんだが。お前らに一つ提案がある。この調子でいくぞ。ランクアップか。ま、せいぜいもらっておくぜ。文句なしだな。まあ、喜ぶほどのもんじゃないさ。DG 教団、女神を否定し悪魔を崇拝する宗教団体。成り立ちは中世まで遡り、クロスベルに存在したとある錬金術師の一族の末裔が関わったとみられる。
大陸各地にあるロッジと呼ばれる拠点で数々の非人道的な儀式や実験を繰り返した。その目的は人工的に巫女を作り出し女神の代わりにすることと推測され、そのために各地で子供を誘拐し実験体にした。本来の目的から外れた実験も数多く行われ、想定外の成果をいくつも生み出したと言われる。あまりの悪行ゆえ、七王歴1198年、ギルド、教会、および各国の軍や警察の共同による教団殲滅作戦が実行され、DG 教団は壊滅した。その際に救出された被害者はごくわずかで、未だに教団が大陸諸国に残した爪痕は深い。ドミニオン、七王教会が非公式に擁する聖杯騎士団を統率する12名の特別な騎士たち。一つの時代に必ず12人いると言われるスティグマを持つ者たちによって構成される。聖魂により超常的な力を振るい、その戦闘力は未知数。各騎士に支給された専用作戦艇メルカバを借り、秘密裏にアーティファクトの回収や風聖賞が決定した特別な作戦に従事していると思われる。イスカリオ、アルテリア報告において風聖省と対立する天霊省の傘下にある治安維持組織たる総兵庁。その中でも存在が秘匿された特殊な部隊。主任務は下法と認定されたものを断罪することで、聖杯騎士団と対立することも多々あるようだ。詳細は不明だが、メンバーは戦術動力機を応用した霊視本院で常人をはるかに超える力を振るう模様。なお彼らを束ねる総兵長は代替わりしたようだが、正体は教会内部でも秘匿されており、未だ判明していない。ウロボロス、ゼムリア大陸で暗躍する秘密結社。結社または蛇と呼称されることが多い。ここ数年大陸で起きた大きな事件の裏には必ずと言っていいほど彼らの関与が確認されている。グランドマスターが遂行するオルフェイス最終計画なるものを進めるため、7名の最高幹部アンギスがより具体的な計画を立案し主導する。そしてそれを実行するのはレギオンと呼ばれる特別なエージェントたちである。それぞれ超人的な戦闘力を持って計画を遂行するが、組織としてはおよそ考えられないことに名手からあらゆる自由が認められているとも噂されている。執行者は現在ナンバー19までが確認されている。ガーデン、正式名称はフォーガーデン。大陸西部と中部で一時猛威を振るったという暗殺組織。ソード、ソーン、アウル、ラストという4つの園から構成され、それぞれの園は管理人によって統括されていた。特徴として挙げられるのが、各地で子供をさらい暗殺者として仕上げる残酷かつ合理的な育成システム。その成果によって信じがたいほどの暗殺達成率を誇った。一説によると、組織の依頼は中世からの暗殺組織月光木馬団と、かの DG 教団の生き残りを結社の使徒千の破壊者が合流させたのがきっかけらしい。しかしその後破壊の手を離れ独自路線を進んだ結果、最悪のマフィアアルマータと結託し暴走したとみられる。